長崎の皆さん、元気でお過ごしでしょうか。三所の見舞い申し上げます。私バーバラと申します。ウルスブルクの認定ガイドです。今から美しいウルスブルクのふるさと案内させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず旧マイン橋案内いたします。マインというのはこの下に流れている川の名前です。そしてこの橋は、12世紀から19世紀の仲間までは唯一の橋でしたので、この、 川渡ろうと思えば、また貿易ルートとして重要なポイントでした。そしてご覧になりますように、橋の左右側に、10人の聖人さんが立っておりますが、中にはなんかここの後ろに立っている聖キリアンさんが一番重要な聖人さんです。なぜならばここの地方にクリストの教えを広めた方なんです。そして、山の上に司教さんのお住まいもあったマリエンベル教祭、また反対側のケペレ教会が、ここからきれいに見渡せますので、夜になりましたら市民たちが友達と約束してここワイン楽しむ場所です。次に市庁舎まで参りました。建物は、13世紀に遡り19世紀まで少しずつ拡大されたものなんです。そして、奥の方に塔が見られますが、ラーフェンエカティ塔という塔なんですが、これは、日本の金曜日ラグラーみたいな役割も果たしておりました。そして壁に木の絵がありますが、その絵の近くになんか出窓があるんですね。これもすごい場所なんです。なぜかというと穴の中で、中世の大部屋がそのままで残っております。そして日本のお客さんが来られましたら、この中で、歓迎会を行いますよ。そして手前の方が噴水見られますね。これも素晴らしいものなんですね。18世紀からこの町に下水設備できた時代からのものです。今大聖堂に参りました。で、先ほど旧ワイン橋に立っておりました聖キリアンさん案内いたしましたが、この聖人さんがこの、大聖堂の守護聖人になっております。そして、この町では、60以上の、教会ありますので、寺巡り好きな方でしたらぴったりでかもしません。中にはやはり司教さんのあった教会一番大事ではないかと思うんです。そして、歴史は、11世紀から、ドイツの中では、第4番の大きな、ロマネスク様式の教会です。そして日本の方にとっては特に興味深い教会ではないかと思うんです。なぜかというと1766年シーポートの祖父の結婚式を挙げました。また30年後にシーボルトの洗も、洗礼を受けましたね。そしてその洗礼台は、13世紀からのものなんですが、中で見られます。そしてリーメンシュナイダーのまた有名な世界的に有名な彫刻家の作品も見学することもできます。おすすめです。今宮廷公園まで参りました。宮廷公園と宮殿は、イエスさんの延暦寺、または長崎の、潜伏クリスチャン関連遺産と同じように1981年世界遺産として指定されました。そしてこの町では
一番長く政治権を握った、司教さんのお住まいでした。18世紀からのお住まいでしたね。そして、見どころはいっぱいありますが、まず、階段の間の、天井のフレスコ画です。これは、この町は第二次世界大戦で大きな被害破壊から免れ、綺麗なまま残ってあります。そして、秀吉さんの金キラの茶室を思い出させる、鏡の間もあります。またモーツァルト祭開催された時にはここに来られたら、なんかドースグで綺麗になんかイルミネーションされてるコンサートもありますので、その時に来られましたらいかがでしょうか。一緒の思い出になると思います。最後になりましたが、ここシーボルト記念館です。長崎の記念館と同じように、シーボルトの業績を次の世代に伝えるために、1995年からさまざまな行事を行われています。また、シーボルトの、日独協会の、交流活動及び、日本のクラフト特別展、また茶室の、活動を通じてこの伝統が維持されています。お疲れ様でした。ウィルスグいかがでしたでしょうか。簡単でしたが、私 の、 案内がこれでご終了させていただきます。コロナウイルスが収束しましたら、ぜひこの町お越しください。ご案内できれば光栄です。心からお待ちしております。Nous serons heureux de vous revoir à Würzburg. We are looking so much forward to meet you again in Würzburg. Wir freuen uns, in Würzburg wiederzusehen.